森崎英二です。中性的なキャラクターであるということがありまして、その僕の中でそういうちょっとナルシスト的なところとか中性的な部分っていうのがちょっとまだこうあんまりまたってもともとないんでしょうね、あんまりね、新境地でまだできてないんで新境地なんですけども、新境地になれば、うん、普通の演技でこうパッてこう やりたくてもここにマーカーがあると置けない、その動きはやめてください、マーカーのポジションを隠しちゃうとダメだっていうやつで、規制がかなりでかくなりますよね。自分の体の流れ的にやりやすい動きがかなり制約されるっていうのがあって、そこであってこう一回つまずいちゃうとなんかドロドロドロって感じになるんで、そこですね、やっぱり一番難しいと思うのは自分の中にある中性的な部分とか、あのそういうやつを絞り出して頑張ってやりますんで、皆さん楽しんでやっていただければ幸せです。よろしくお願いします。吉田瑞穂と言います。そうですね、やっぱりキャラクターを作っていくのがやっぱ難しいところですよね。一番そのやっぱメインになってくるので、で、まあ、まだ暴れてうわーって動きがあるキャラクターだったらその暴れ具合がまたあるんでしょうけど、こうなるべく動よりも静の方を重視すると、その動かない中で気持ちを入れられるかっていうのが難しいところですよね。ある程度のこう目安のバーぐらいとかしかないんですけど、でもそこをもうゲームの中と想定して、もう絵を自分でこう想像しながらやってはいますけど、楽しめるゲームだと思いますんで、あの、まあ、僕が やっているところもあるんですけど、まあ、もうスネークだと思って皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。はい、梶川由紀と言います。いや、台本よく読んだんですけど難しいです。はい、なんかあんまり泣いてしまってもいけないかなと思って、その微妙な加減が難しいです。いや、重たいですよ。もう筋肉痛であざも作りながらやってます。やっぱり表情でごまかせないし、あとそのフォルムでどういうふうに表現しようかなっていうところが考えるのは楽しいですけど、それがやっぱり一番難しいし、やりにくいけどでも逆に面白いですね。結構自由なところもあるし、どれが嘘だってこともないですし、私はゲーム好きなんですけど、難しいのはなかなか先に進めなくて、クソッと思ってコントローラー投げたりするんですけど、頑張ってください。秋田京介です。僕の役がそのバンプという役なんですが、その踊りながら球を避けたりするんですよ。で、僕はあまりダンスが得意じゃないんで、その辺がちょっと苦労してます。ヴァンパイアっていう男でもなく女でもないその中性的なっていうんですかね、人間でもないし、そういうなんか細かいところを出せればいいなと思ってるんですけど、普通のドラマですと普通の芝居ですと目の動きとかそういうものでいろいろカバーできたりするんですよ、セリフとかが下手くそでも。だけどそのモーションキャプチャーっていうのはその動きだけじゃないですか、ボディアクションでアクトしなきゃいけないっていうのがすごくやっぱり普段気を使ってないところをもうやっぱり神経使わなきゃいけないんで、そういうところが難しいですね。自分たちこのモーションキャプチャーやってるアクター一生懸命やってますので、楽しんでゲームをやってください。毛利です。まあ PS からね、いろんな意味で性能ね、グラフィックもそうですし、いろんな面で上がってますから、逆にその部分こっちも専門的なアドバイスが今までできなかった部分もできるというのが出てきますし、逆にそのこう折り合いというんですか、本当のリアリティとその映像もしくはゲームでのリアリティのこの折り合いのこの攻め際っていうのはより高い部分で行えるっていう部分だと思うんですよ。だから逆にそれを今度いかにするかっていうところで、その今まで PS でできなかった部分での戦いというか、ね、小島監督以下メタルチームと僕のこのリアリティの方との戦いになるんじゃないかなと思います。
前作以上に、メタルチームと喧嘩をしながら、映像のリアリティとゲームのリアリティとしかも現実のリアリティのせめぎ合いやってますので、より、素晴らしいゲームがなる素晴らしいゲームになると思いますので、皆さん期待しておいてください。でプレイしてみてください。以上です。